なんか自分でコメントとか見たりします？ちなみに。アンチ慣れしないからそこはちょっと心配だけど ね。あんま今と見てます。今のところはね、アンチあんまいないから、みずきちゃんをなんか応援してくれるみんな温かい人が多いからさ。でも俺たちのチャンネルってアンチ多いからさ、俺のせいで。いや、ミクルのせいではないでしょ。いや、俺のせいだと思うよ。俺のこの性格がさ。じゃあミクルのせいだ。そうそうそう。だから、そこになんか心配はあるけどね。まあちょっと、あれだよね。精神的なケアもしないといけないから、精神面でなんか、そういう病院とか行ってもいいかもね。もしアンチに耐えれなくなったら早めに教えてもらって。はい。多分、行けます。大丈夫です。今まで来た中でなんか気になったやつとかありました？アンチ系で。ないです。俺めっちゃ気になったやつだったんですよ。なになになに。俺がさ、この間水木ちゃんのために、うん、カメラマンを探してあげたんだよね。はいはい。インスタの撮影してあげたいなと思って。うん。だからさ、俺が直接そのやり取りしたから、うん、撮影行くやん、普通に。そうだね。そしたらまずなんか俺が撮影行ってることがおかしいみたいなのが来てて、結構。はいはいはい。普段吉田くんたちが撮るから。うん。まあ、それは さておきいいんですよ、うん、でそしたら俺鼻折れてたじゃん、うん、でなんか鼻息荒いぞみたいになって興奮しすぎみたいなごめんなさいあれ鼻折れてただけだからね俺興奮はしてないんですよ興奮はしてないんですよ別に鼻がもう通らんから、うん、鼻呼吸するともうめっちゃきついのよはいはいはい それで鼻息荒くなってて、うん、佐々木くんの気持ちが分かったもん最近なるほどねだからカメラ撮るときちょっと鼻を気をつけないとなって思って今後口呼吸するわけにも関しないそう今度口呼吸でハーハー言ってたらマジでやばいやつ超興奮してるやつみたいな